とまです。超ご褒美のまー、北は前回から導入された新しい要素、超ご褒美のま。す前回はなんかね、75ポイントしかもらえないっていう謎の仕様だったんだけど、今回はあれかな、ワイプアップなしだと500ポイントかな、もらえる。ワイプアップないと。で、俺1回目それで500ポイントもらったんだけど、もうワイプアップゲットしたから、かなりもらえる。もっともらえるでしょ。多分。だよね。これで500はないよね、さすがに。700ポイント!やばすぎた。だ、毎回500は最低もらえんの、うますぎるだろ。ワイプアップあったら700ね。なるほど。これ、あの、最後のパカッパカのやつは、パカッパカのやつでコインは出なくなったのかな、多分。前はコイン。70ポイントだから、実質、775ポイントはい、稲園は、ボス !4 パターンぐらいやっていこうかな、一応。雷光の間、強い間勝てない人にとってはね、重要なとこだったりするし。いっぱだめー。俺向けはおかしいな。俺がやってるやつは、あれだね、もう、ダッシュマン頼りだね。うん。これはもう、ダッシュで倒せる。ガチで。これ、左2体大量消しね。まあ、右2体は別に何でもいい。ワイプアップ一応入れてるけど。はい。で、このダッシュマン、スピーディーを、スキルマックスにすると、こいつスキルマックスだとね、自分のプニデカプニで降ってくるんよ。自分のプニデカプニで降ってくるから、早く倒せるっていうね。まあ楽だから俺はこれでやってる。ごめん、ちょっと HP 多いけど。あ、こっちで、まあいいや。どっちでもいいけど。これ大量消しして、そしたら溜まってくれるんよ。デカプニで降ってくるから。で、スピーディー!で、もう一回大量消しして、で、スピーディーで終わり。で、終わり。楽でしょ。ポチポチでいい。シャージーじゃねえ。たまにダメージ足んないけど、まあ大体足りる。うん、大体足りる。育ててなくても。はい、オッケー。これが、まあ、一応俺がやってるやり方でーす。オッケー。ネクスト。2パターン目。まあ、ガチャで何もゲットできなかったぞっていう人はね、まあ、ちょっとずるいんだけど、このスターターパックで買えるやつね。スターターパックのライオトンかな。ライオトン。超覚醒ライオトン。この子入れればかなり楽になるかなと。プニゲシだったかな。必殺技はね。確かプニゲシだった気がする。はい。行こう。ゴー。まあ、買えない人多いと思うけどね。何もゲットできなかった人は。まあ、買うことができれば。確か2発でいけたから、ワイプアップちょっと入れてないけど、確かダメージ足んなかったと思うんだよね。まあまあ、別に2発で勝てなくてもいいからね。別にダメージもそんな食らわないし。別に3発でもいいしね、全然。また HP 多いな。これ、おやつ、カメラロックいけたっけな?確か。あー、ビム!あ、いけるわ。いけるわ。了解!まあ、これも早いな。これも早いね。ウェイ!ネクスト!3パターン目!もでもでい!シュラシュラ!まあ、まだ。ガチャで当たりやすいやつ。ガチャで当たりやすいやつ2体。行きましょう。ゴー。まあこれでも、HP 半分ぐらいは削られるかな。さすがに。一応 100% にした HP。HP100% スタートにしたけど。まあこれでも、確かキラコマってあれだよね。なんか、V みたいな。あ、そうだね。大きくなるやつあるよね。だからまあこんなんでいいんじゃない。あ、ちょ、何してんの、なんか固まっちゃった。なんか固まる。まあ、こんなんでいいんじゃない。ちょっとキラコマかなり大きくしといてあげて、みたいな。で、これで行くみたいな。シュラコマ、シュシュ、星くず、シュ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 。これ G じゃなくてもいけるかな。いや、これ無理かな。これ3発で多分でも、なんか、いけるみたいな。そういうノリに。モテモテ。あ、半分ぐらい HP。半分ぐらい。オーケー。あ、悪くないな。思ったより。思ったより悪くないわ。だから、このダブルゼータ、ガチャでまだ当たりやすい。このモテモテ、シュラシュラでもまあ、なかなかいけるという感じかな。オーケー。ネクスト。稲妻の間を今、4パターンぐらいやってると思うんですけど、全部この、雷光の間、今2倍だからね。全部この強い間に繋がって、もうこれ4回ぐらいだわ、倒すの。
何してんだよ。もう この強い魔もう4回ぐらいレベル15倒してるよ。はい、オッケー。あ、ラストですね。すいません。はい、4パターン目いきましょう。はい、4パターン目いきましょう。はい、レベル15クリアー。よし。よし、ラスト4パターン目。ちゃんと HP100% にしとくわ。100% にした。はい、HP100% にして、特殊力なしだね。なしだから。特殊力なしの場合はさ、HP100% にした方がいいかなと思って、HP100% にしたわ。まあ、ちょっと弱め。弱めでもない。まあ、でもダブルゼータだし、全部。一応特殊能力なしでも、まあ、いけるかな、という感じでしょう。行きましょう。ゴー。よし。これで、もう雷光の間。強い間やんなくていいぞ。よし。終わったぞ、4パターン。ででん。これ結構早めに行かなきゃダメだった気がする。これって確かガーディも結構来ないときつい気がしたぞ。いいぞ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 。時で約束いって、ブブいって、あ、ブブじゃねえや、チルガイいって、もう疲れてるわ。これいけたっけな。ゾウさん、ゾウさんでいけたかな。これでアマテラスだったっけ。これちょっと足りない気がするから、ここ押しといてブブして、これでもう一回打って、2600ガーディ来てよ。誰もたまんない、やばい。え、来ない。ちょ待って、やばくない。54ゾウさん、ゾウさん、え、これ足りない、これ足りなくない、足りる、これもう打てない。あ、フィーバー抜けてる、いける、これすぐ攻撃来ないで。いや、危ねえ危ねえ。ちょっとあれだったな。さすがにトリプルとか入れた方がいいな。ギリギリすぎたわ。このダブルゼータパーティー。まあ一応いけると。いう感じでした。はい。4パターン終わった。よし。ってことで、一応どこに繋がるか。でもどうせ、もう全部あれだもん。今全部雷光だもん。ほぼ。助けてくれてありがとう。ほぼ雷光だよ。ほぼ雷光。ほぼ雷光。ご褒美だったわ。最後ご褒美なんかい。まあいいわ。はい、オッケー。じゃあ最後ご褒美来たし。ご褒美のまでガチャ回そうか。あれ来てるよね、今。超アップだよね。そう、俺、この木製の山狼ってこう、知りません。持ってません。かわいいやつ。持ってません。あ、油断の効果時間短くするなんだ。今知ったわ。今知ったんだけど。ちょ、これ引いとく？今。ご褒美だし。1.2。結構溜まったし、50連ぐらいいけるでしょ、これ。ゲートで結構溜まったし。うん。行こう。まあ別に、追加ガチャで引いてもいいんだけど。追加ガチャで引いてもいいんだけど。え？終わった。ご褒美の間、ご褒美の間で引いたら出た。え？終わりじゃない？さすがに。誰だったら、モデモデーか。モデモ。モデモデー。え？終わるんかい？え、すげえ綺麗に終わったんだけど。すげえ綺麗に終わったわー。